初めて出会った時のことを思い出しました。時でも清掃員さんはいつも頭揺れながら歌をエンジョイしています。それが入会した頃の印象でした。そして2回目のスピーチですね。論評者の人生清掃員さんを気にしながらビクビクスピーチをしました。ところが一生懸命準備したのに認めていただけなくて、しばらく悲しんでいました。それは清掃員さんがスピーチの中ずっともうとの反応でした。ところでちょっとお尋ねいたします。皆さん今のところ何か気づかれましたか？はい、どちらも頭が揺れるのです。私わからなかったんです。それが脳卒中の後遺症でした。私を認めていないのではなく、それは病気でした。そして本日ご紹介するもう一人、80歳を超えた大先輩の楊修華さんです。それは私が会員副会長を担当した時、司会の私が、はい、カラオケの時間になりましたがと言うと、はい、私が歌います。その時、この先輩明るいですねと、それしか考えていませんでした。ところがこの高齢の二人ともつい最近この世を去りました。それで先輩が引退してから気づく先輩の凄さ、そして先輩の存在の大切さ、大きさを皆さんと分かち合いたいことにしました。清掃員さんだってカラオケも勉強も楽しくやるものだ。たとえがんにかかっても生きている以上幸せになる権利と義務があるのではないでしょうか。それは言っていると思います。そして楊修華さんだって自分なりの積極性を見せています。いつも懇親会を盛り上げようとしているのではないでしょうか。もっと早く気づけば、私たちを守ろうとしたこの二人の先輩に感謝、そして敬意を表せるのにと後悔しているところ、会社で受けた気づきの研修思い出しました。そのポイントとして、後悔するためため息する暇があるのなら、皆さん早く行動しましょう。それは今のうち感謝することです。今できることちょっと考えました。はい、小小玉先輩です。小先輩はいつも私を励まして、ここにいますね、会を支えてくれて本当にありがとうございます。生きています。そして本当は今日小さんの一言がなければ、仕事で頭いっぱいの私は多分未だに何も気づかれていないと思います。そして人生の先輩でもあります加藤先輩です。会社の経営者としてクラブの会長になるなんて無理なお願いを聞いてくれてありがとうございます。そして今日もちょうど時間が空けるから出席するよとか言って、でも本当は明日の朝からゴルフビジネスがあるでしょ。いつもの応援ありがとう、感
ております。そして、主人です。3週間も風邪治らないのに高校にいる私を応援してくれてありがとう。そして体重から運転してきてお疲れ様。でもこれからもよろしく。はい、今の話ちょっとまとめますと、新たな気づきをいただきました。それは先輩から後輩への絆、そして先ほどの話も出た家庭の絆です。そして今後つなげよう大切な絆、伝えよう愛の心という理念、その信念を持って家庭を大切にしながら、歴代の会長や先輩が築いてきた会員間の絆を一層含めて今後につなげていけるように努力してまいりますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。